多く。魔の高速道路。僕の嫌いな高速道路。いやでもちゃんとほら抱っこしてくれる人がいるからいいでしょ。なんかこの間は後ろでステパットじゃない人。ガラン。男の子だよね。うん？うん？してんの？うん？うん？うん？から木が出てない。
はあれだよね、全然歯科とかいろいろなんか言われてないですよね、脳関係とか。結構地方の子って右回るんですよ。あ、多いですよね。で、脳関係だと左回りなんですよね。右回りになった。あのね、どっちも回るんですよ。はいはい。だから基本の左の方が多い感じはするけど、そうですね、右に回ったりもするから、どっちなんだろうって感じだけど。前のバーが邪魔なんですけど、こうやってちょっと帽子の子は、ね、あの頭ぶつかるんで、そうですよね、あのつけた方がいいかもしれないですね。回るっていうのはちょっと微妙で、これが回る子で、左回りでずっとここに回っててくれるんですよ。あ、これ、何だっけ、カラーコーンの重さなんですね。はい、ちょっと微妙、まあ右も向くんで、一方向にずっと回ってるんだったらこれ結構いいんですけど、この子なんか微妙ですよね。右回りし始めたと思ったらまた右左回りして、あと覚醒するとすんごい早く回ったりするんですよ。それで結構ヘイヘイゼイゼイ言うのはよろしくないんですね。なのでなんか行動してるな、覚醒してるなと思ったらちょっと止めていただいたりとか、あとこれ軽いんで、はい、重くしちゃうんですね、ペットボトルこうやってなんか、ああわざと重くすると動き悪くなったり、あのすごい人はこのタイヤをもうガムテープに巻いちゃって、あの回らなくするんですよ。そうすると抵抗かかってゆっくりになるんで、すごい興奮してても大丈夫って言ってたので、まあ、このぐらいの速さだったら大丈夫かなと思うんですけど、早いね、早いね、穴覚醒し始めますので、あ、なんかなりそうだな、はい、そことか、興奮すると制御効かないので、自分でワンちゃん、はい、ちょっと気をつけてください。あと、このバーのそこのこれに綺麗にこう家具がすごい傷つくんですよね。あの、あ、まあまあまあ、なりますね、はい、なので、あのタオルとか、いらなきゃなったらタオルとか巻いていただくと、はい、この部分が元気な子はすごい全部家具傷だらけになるんで気をつけてください。最後仕上げていきますので、じゃあ乗っちゃってください。ちょっと入れるの大変かもしれないんですけど、はい、頑張ってください。はい、ではお待ちください。止まんないよ。止まんないよ。Yeah.